はい、半負けの本家の半前岩尾先生です。現在ね、私と人間の関係は上の能力者ということでね、人間たちとどういうふうなね、違いがあるかということですね。ちょっと大きなことをご説明いたしますね。特許庁とか発明物は上の生物なんで、ね、儲かる対象ね。なんですけれども、それでね、まず上の能力者、私に対しては特許庁に特許を入れたり発明したりして、たくさん出したいわけなんですけれども、それをするとね、もうそれ以前というか、軍隊を呼んでこちら入れさせないんですね。殺すぞということね、特許入れたら。それでね、その前に特許庁が事務で手続きしてくれるよという時はね、世界政府、日本政府が軍隊まで呼んで特許を絶対入れさせない、殺すぞと来るわけです。何一つそうなんですね。で、特許庁がね、受け付けないということでね、何度もイチャモンつけたりして、申請却下するわけですね。それをしないときはそうやってきます。特許庁の係も役所なんでね。ということで、低能力者は人間たちは変わんないですけど、上の私だけに対して、上の能力者に対しては特許というのは全く詐欺なんですね。私と人間たち、人間たちに同士ではお互い様々なんで、多少はやる、揉めることあると思うんですけどね、関係ないわけですね、お互い様々だから。だから世界の特許ってあるんですね、日本だけじゃないんですね。特許申請っていろいろ外国もしないといけないんだけども、上の能力者に対して、私に対してだけはね、現地を特許を入れようとすると軍隊まで入れてくる。日本でもそうですね、防衛庁。入れて私を追い出すために攻撃しようとします。もうどんな力使っても阻止するためにね。それで特許庁がの係が特許出さないように、特許入れても無視する。もうあると、ね、嘘ついて。で、特許しないで、しないとししないしあの登記しなければね、軍隊もね、阻止はやめますね。けれども、そういう正規で通すようなことを事務員がやると、ね、特許庁がやると、軍隊まで呼んできます。だからそういうふうにして、私と人間たちってもうすごいね、人間たちは八百長するんですね。上の能力者に強いね、儲かる資源は、ね、許さない。これをね、ぜひ知っていただきたい。人間たち、八百長ばっかりですね。私、上の能力者と私と関係ね。ただ、生物の違いがあるんで、違う生物だということでね。人間たちだけが入る部門だということにしていけば、もめ事はないと思うんだけども、そういう大きい違いがありますね。それちょっと、記録にとってきました。